ザーカボシです。どうも、サクサクミルク赤崎です。はい、よろしくです。はい、はい、今回はこちらのお店、なんと漢字一文字でレンというお店です。レン、はい、レン、大田区、にあるお店でございますね。京急の梅屋敷駅の、あ、梅屋敷駅、はいはい、ございまして、そう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 。で、まあ、昔はですね、もともと二郎系のお店じゃなかったんですけども、あ、はい、2013年にあの二郎系に移行したもので、そうなんですね、ございます。あ、はいはいはい。で、まあ、食券見ていきましょうね。基本的なメニューはですね、ラーメン、油そば、そして豚ラーメンと各種大盛りなんですけども、うん、豚ラーメン選択しますとですね、なんと麺の増量を無料にしてくれるということで、もう一瞬で豚ラーメン選びましたもん。一瞬で、一瞬で選びました、ね、秒でね、秒で決めて秒で決めましたもん、うん。大盛りの全部増しまして、入れております。すごいな、この入れちゃいましょう。店名の通りにね、連なった豚の山脈がね、魅力的だよとか言っちゃいますけども、顔文字やばいな顔文字が、ちょっとこうやって小細工もね、ローしていきますけども、豚からね、やっぱ手を出しますよね。濃厚で旨味のある高原豚を使用しているため、柔らかくジューシーに仕上がっている。高原豚、高原豚、さらにですね、はい、続いてこの野菜油を食っていきますけども、いや、もうなんか油がすごいな、すごいですね、きめ細かくて、なんかきめ細かい、野菜と見分けがつかないぐらい、あ、境目が分かんない。確かに、あの野菜の噛み応えにあるね、麺にこう噛み応えのある麺に負けないようにシャッキリと仕上げてあるんですね。あ、なるほど、はい。豚と連続で食べるとほろっとシャキリうまいということでね、もうすごい、行くね、もう店名をどんどん使っていく、使っていくね、使っていく、うん、レンなんだけどね、うん、レンなんで、レンなんで、もうね、卓上会社も連続で使っていきますけど、おレン、見た目よりもはるかにぎっしりとした、これマシマシ野菜もね、野菜なんでね、早めにこう会社は使っていった方が、まあ、いいんじゃないでしょうか。なるほど、だいぶ序盤でいうご提案ですからね、ご提案ですから、まあまあまあ、個人的なね、個人的なご提案ですからね、うん、スープね、あー意外とすっきりしてるんですね。あ、そうですね、見た目、数種類の根菜を使ってるんで、スープの旨み、甘みがアップしている、はいはいはい、って書いてありました。あ、書いてあったのね、店に。あ、忠実に書いてある、忠実には再現して書いたと、はい、あの豚と野菜もあれ全部書いてありました、ね。あ、そうなんですね。あ、じゃあ間違いない情報だ。間違いないんですよ。間違いないこれは。あ、いいですね、いいと思いますよ。うん、でストレートに近いくらいのムチムチ弾力麺でね、やっぱり食べ応えありますね。あら、見た感じもね、なんか弾力ありそうですね。そうなんですよ。はいはい、これがだから食べ応えのある麺ということなんですね。はい、ただね、スープマジで激アツなんですよ。激アツ。本当に熱い。これパチスロのゴッドの。激アツじゃないのこれ字の感じが、いや伝わるから、激アツって出たけど、パチンコやってる時はね、こうやって出ますけども、多分、あ、まあゴッドってスロットか、いや、まあまあまあスロット、まあまあ、そこのミスは大丈夫です。あ、大丈夫ですか、はい。ということで、これね、ニンニク食べていきますけども、はい、スープの厚さとニンニクの辛さが同時に口に放り込まれてですね、うん、まあ強力、ね、なるほど、クリティカルヒット。あ、ちょっと見てください、注意注意、目これね、何のキョロキョロなんですかね。いやね、めっちゃ見てるじゃん、どういうこと、これはですね、他のお客さんの普通盛りが見たかったんですね。もっと堂々としていいんじゃない別にいや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 、逆にやらしいよ、ちょっとこんな首右左右って、それはそれでやばいけど、そんな道路渡るんじゃないんだから今ね、いや、まあまあ道路渡るんじゃないんだから、まあ、いい渡り方だねそれね、いい例えが出ましたけども、いい例えかそれ、なんか書いてありますね、なんか書いてありますねで終わっちゃったよ、読み切れよ、なんちゅう終わり方だ、右左右振ってたから今こっちでねということで、はい、マシマシレベルはもう 90.8 でございます。確かにね、写真見てもかなり多かったですからね、いやーこれね、でもね、梅屋敷駅って、うん、まあなかなか降りないですよね。まあまあまあ、いや京急でも早いやつ止まんないでしょ。早いやつ、早いやつ、急行とかね。あ、急行、急行ね、うん、あと途中からレン全く出てこなかったけど、え、序盤だけだったよレン使ってんの、うん、レン、レン族とはならなかった、ちょっと全くなかったね、うん、というわけで、レン、ごちそうでした。はい、レン。